20周年、20周年ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もちろんそのエグザイル20周年だからこう名前がやばくないですかこれ。エムステやばいっすよ。背中のあたり緊張するじゃないですか。あった。まあ明日が20周年ということで、うん、20年ですよ。年だよ早い。でもそれを考えたらもうお三方とヒロさんに関しては、うん、J ソウルの僕らと会う前のも考えるともう203、4年の活動じゃないですか、うん、そうなると99年だったからそうかね、そうだよ、だから22年、うん、そうだから、ね、一番活動でも長いのがアツシだったってことだよねそうか、うん、エグザイルに長くいたのは俺ってことね、うんうん、そうだよね、うちらだから15年だからそうだね、2015に引退したから、まあ14年ぐらいか、うんうん、そう2001年でいくのね、うんうん、そうだ、そんな今日映像を実は用意してるんですけど、その前にちょっと乾杯をで乾杯しよう。ああこれはなんかいいのある、はい、20周年の発売されるグラスでね、うん、もちろんそのエグザイル20周年だからこう名前が入ってない、入ってない、入ってない、名前が入ってない、あ、今のエグザイルということで、ああ現役のね、20周年、じゃあ20周年、20周年ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、20年本当にいろいろありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、入ってない、名前が入れてよ、入れてよ確かあの U アイズでダンスのシーンを後で入れるからって言って、うんうん、曲持ってきてくださいみたいなね、そうそうそう、好きな曲でソロを踊って、うん、それははめるんで、あーなるほどなるほど、で自分も好きな曲を、うん、あマキさんが用意してくれてたんで、うん、オーダーしてて、うん、あ DJ やるしね、うん、で、はーお願いしますってこうカメラ回って、うん、曲がかかった瞬間、全然違う、すごい速い曲で BPM 超速いやつバラードなのにすごい速い曲で踊ったロックダンスっていう思いで、もうでもその止めていいのか分かんなかったんで、その時は要はこう SNS とかもさ、うん、まださ、うん、発達されてないからさ、ないからね、結構だから番組でもいろいろ遊んでたよね、遊んでた、結構遊んでたよ、気をつけなきゃいけないワードとかことが、うん、まだ少なかった、少なかった、そう、だからそれこそ M ステの時一番ふざけてたよね俺は、いやふざけてたね、今考えてたら結構やだってマキさんがさアリシア・キースがいる時にさあのなんだっけ、やっぱ僕らトレーニング頑張ってるんですって、腹筋割れてるんですかってマキさんがパッと見せたら M ステですよ、そしたらここに油性マジックでウォーズマンの絵描いてたんですよ筋肉マンで、やばくないですかこれ、M ステやばいっすよ、やってたやばい、決定した次の日とかから生放送、へいへいへいかな、へいへいへい、歌なしで、そうだよ、新ボーカル決まりましたって言って、こうエグザイルって浜田さん行った時に、高弘が一番前でこうやって気合いに入りすぎちゃって、あのその後松浦会長に、お前、調子に乗んなと、懐かしい、でも高弘はその体育会系だから、自分がもう堂々としていかなきゃいけない、男らしくいかなきゃいけない、エグザイルってこういうイメージって思って、行ったら一番前でこうなっちゃった、よかれ、よかれ、トークの時に足がすごい開く、こんなにはなってないでしょ。で、あの、奥山さんにも、うん、あの、その日の、その中国終わった生放送かな、終わった後に、うん、淳さんの前を歩きなさんなって言われました。高橋のお母さん。いや、すごいことだよ。あの、なんか、アンコールの時に初お披露目だったんだよね、うん、ファンタジーって。そうだっけ、そう。で、2、4の後に、初お披露目で、ファンタジー、あと、アイビッシュボーイだったんだけど、あの24でさ、いつも大体さ、終わりの方でこう脱ぐじゃん、うん、脱いじゃったんだよ、あと1曲あるのにね、それで俺投げちゃったんだよ、投げちゃったんだ、でもさ、投げてからこれまで俺横でやりながら、ああ投げちゃったって思ってたもん、ね、ああもう次じゃん、ね、投げちゃったんだよ、ね、次の曲あるじゃん、そんなことあったんだ、マネージャーさんがそう取ってきてくれて、ね、うん、戻ったらね、ヒロさんに内緒でやったのよね、そう、胴上げその内緒でっつってナオトが体重も同じぐらいとか、うん、ナオトやろうっつって上げやすかったって言われて、リハしてで本番でもこれヒロさん落としたらやばくねって話になって一回練習しとかねってなったのよね、そう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 、でもなんか とはいえこう
本番でただこれ踏み切るのがさ、うん、だから嫌がりそうだよね、もしかしてヒロさん嫌がるかなとかいろいろみんなで考えて、そでそこはやっぱアツシがあの唇を切って言ってくれたんだよね、言ってくれたの、ヒロさん動画しましょうみたいな、そう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 、 あれでいけたんだよ、ね、そうでもう配置を決めといてね、そう前の日に落としちゃまずいよヒロさん、そう俺膝あたりとか、ね、そういう感じでね、そう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 、そうどうする、誰が行くみたいな、背中のあたり緊張するんじゃないのみたいな、あったあったね、そうそうそう、第4章に入るというわけですね。で次の VTR が1分39秒なんで、俺はその間にトイレに行きたいと思います。俺は戻る、間に合いますか？俺も行っていいですか？1分39だよ。行きます？俺も行っていいですか？じゃ待ってますよ。まだ22で行きます。あ、そうだね。山木さんと俺と。俺も蓄える技術が長年のあれでできて、こう確かに確かに忍耐力で。本番の水とかの前はさ、配信とか2時間とか頑張れるけど、そうね、お酒飲んじゃうとちょっとね。じゃあおかわりいただいていいですか？山木さん。いや、あつし、ありがとうございます。ありがとうございます。いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。